ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことでやっていくか。今のお願いこんな感じです。守ってメットザライド。難しさ3や3や。ライドアトラクションの登場だ。不安定な足場でコインを集めろ。 Y でメットの甲羅を掴んだら、スティックを上に入れたまま Y を離す。 Y を離す。その上投げでコインを集めまくってゴールできるかな。ククアトラクション好き青年。コインを80枚以上取ってからゴール。全部ではないんやね、別に。それではよろしくです。メットの甲羅を使ってコインを取る。コインを80枚以上取ってからゴール。守ってメットザライド。これか。はっ。これどうやって使うんやろ。あ、なるほど。はぁ、怖い。痛い。え、待って。あ、脱げたよ。ちょっと待って、全然1枚も取れてない。守ってメットザライド。コインを80枚以上取ってからゴール。とりあえず、これを被って、あ、で、持った、上。ダメや。間違えた。痛い。ああ。お。間違えた。待って。持って、上に入れて、離す。守ってメットザライド。コインを80枚以上取ってからゴール。真ん中ら辺で投げた方がいいよね。いきます。よし。じゃーん。さあ、来い。はい。いい感じ。はい。ああ。まさかのあんなところでミスってしまうとは。そしてダメだ。痛い。ああ、ダメ。何そのお祭り騒ぎな感じ。無理。何今の。守って、メットザライド。ゴー。コインを80万以上、頑張ろ。さあ、来い。はい。全然ダメや。めっちゃ自力のジャンプで取った。はい。危ない。はい。よし。10取れたのでかいよ、結構。おー、いいよ。痛いです。はい。この辺ちょっとお祭りな感じやね。無理ー。あ、でもあっこでさ、あれが取れとったら、めっちゃ良かったってやつやん。あと9枚ね、あと9枚だけど大丈夫。お、あそこ何？何もできないの？何もできないんすかあれ。ちょっとここゴールんとこやん。絶対無理やけん。戻りたいです。戻りたいんですけど助けてもらいます。あ、こっから。なるほど、これで。え、これ絶対クリアできるやつ。あ、でも、まあ、死んだらあれか。死んだら終わりやけど、コインの枚数的には絶対、いけるやつ。なるほど、繰り返せる。ほらだってもう私これでさ、痛い。あ、無理無理枚数クリアしたのに、守ってメットザライド。さあ、ゴー。じゃーん。来い。はい。く、8枚。
こ。はい。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。はい。あー、10取れんかったー。57。はい。はい。はい。やったー、取れてる。ちょ、危ない、危ない。やったー。あ、このどうやって取るんやろ。あ、甲羅はこれ投げるってことかな。あ、間違えた。あれ、ちょっと待って。お、はー。いけんかった。全然上からいけんかった。なに、なんで止まってんの？ピース？イェイ。顔見えてないけど。ふー。めっちゃ難しかっためっちゃ難しかったよし、頑張ろう。今のお願いはこんな感じです。深海の100枚コイン。コイン100枚集まるってこと、集めるってこと？ちょっとばかり私の道楽に付き合ってもらえるかしら。簡単なことよ。コインを100枚取ってゴールするだけ。ただ、ぷくぷくやゲスト、他にもいろんな罠を置いといたけど、気まぐれな金持ち。コインをすべて、過去100枚取ってからゴール。すべてやすべて。それではよろしくです。まあ、取れにくい場所にはないってことよね、きっと。深海の100枚コイン。コインをすべて、過去100枚取ってからゴール。よし。お、なるほど。時間が経つにつれてそういう感じになっていくわけですね。あ、ファイヤー。深海で。深海でファイヤー。あ、なるほど、こういう感じか。これは、あれかな？目に見えとるコインだけなんかな？ブロックの中のコインとかは含まれんよね、さすがに。あれや、めっちゃ時間かかりそう、これ私。めっちゃ時間かかりそう。よし。ゲッソーかわいい。ゲッソーかわいい。これあんまりさ、そこに近づいたら、なんか吸い込まれていきそうよね。スススッと。でも吸い込まれていく前に、この辺の、で、そこの中もってことやろう。いやー、来るんかい。いや、来ないでください。でででで。怖いよー。はい、これで。あ、ちょっと待って。危ねえ。あ、戻った。違う、そっちじゃないんだ。そっちじゃなくって。こっちから出たかったの。ここ上からも行けるもんね。今やっと53枚とかか。これさ、こっから。ほらほらいい感じ、いい感じ。そして、なんかファイヤーだらけやね。まあ、ファイヤーで敵をやっつけていけば。楽よ的な感じの。ファイヤーは下にしか打てないのか。君は入れる大きさじゃないでしょ。はい。羽がもがれて、かわいそうな感じになってるけど。おっと、ここもファイヤーだわ。へい。あ、痛い。せっかくのファイヤー、やめてよー。来い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 。ゲッソー同士、ゲッソー同士めっちゃぶつかるやん。え、ちょっと君ら邪魔なんですけど。お、あー、ちょ、危険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 。はぁ、危ない。あ、ここでまたファイヤーが。これ、ファイヤーではさすがにゲットできんのか。甲羅投げてゲットはできるのね。てんてんてん。やった、全部痛い。
あー、痛いんですけど。やめてよやっぱ、息ができんけん、ああいう感じにはなるんや、ちゃんと。めっちゃ地道に、ゆっくりゆっくり、しっかり確実にクリアした。お、あと1段階やね。今のお願いはこんな感じです。急いで登れ、竜巻洞窟。竜巻？急いで登らんかったらなんか巻き込まれるとか。俺がかつて行った場所の一つを作ってみたぞ。そこはただただ深く、目の前には竜巻のみ。竜巻に入って体が沈んだ時 B で生きて帰れるか。ここの探検家。B。それではお願いしまーす。体が沈んだ時に B。急いで登れ、竜巻洞窟。時間が結構少ない感じ。ここは別にコインをすべて取る必要はないけんね。あ、でも10コイン欲しいなー。あ、そんなことを言いよったら、ちょっと。もういいよ、コインは諦めるよ。よいしょー。お、いいね。はい、キノコ。キノコ取っといてよかった。あ、ちょっと待って、そっちからもマジか。あの土管から必ず出てくるんかな。急いで登れ、竜巻洞窟。そっか、時間が200秒しかなくって。竜巻でぐんぐん登れるってことは、やっぱり多分、あれやね、ちょっと登らして。多分、こう、あ、なんていうの？広さの割には、時間が少ないということなのではないでしょうか。はい。あ、オッケー、はい。そしてここで、はい、キノコ。ちょっと待ってね。はい、タイミング。ここのタイミングも、いけ！あ！いけない！はい。おー、いったいった。ちょ、怖すぎん。あ、中間、はい。まだ中間。中間とかあるんや。くっそー、いきゃーた怖いよー。怖すぎるよー。はい、ここでまたしてもキノコ。そこ。なに誰君ち爆発する？え？どういう。え、なにどこに行けばいいのこれ。あ、これで爆発させるってこと？え、どうやって爆発させるんやろ。多分あれば、んあっち側、あれ関係ないんかな。急いで登れ、竜巻洞窟。せっかくの中間、生かしていかねば、ならんでしょうよ。キャー！やめてください。怖いよー。いけ！てい。で、はい、キノコ。ん？この上上がれんのか。上がれんかったわ。これで、上から踏んで、あ、多分上から踏んで、で、持てるけん。これで、おー、そういう感じやんね。オッケー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 。これを繰り返せばいいんや。くそ、ちょっと、今もうね、キノコ効果がないけん。ああせっかく崩れたけど、私も死んだ。急いで登れ、竜巻洞窟。ゴー。ゴー。じゃ、そっと。よし。オッケー。ただ静かに。はぁ、やめて。
怖すぎる。ふー。さ、行くぜ。はい、キノコ。オッケー。からの、よいしょ。ちょっと待って、無理。ちょっと待って、無理。はい。でい。おーっと、その場で。その場で行ってしまった。ちょ、よろしくないね。よろしくないね。はい。よ、いいぞ、いいぞ。はい。どや、どや、どや。あー、まだやね。あとちょっと。もう私体力が1しかない。けん、ちょ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 。ピンチ。あ、ここから上がれるんじゃないもん。連れてけ。やっぱ一箇所だけ。あ、やった、いけた。どっすん。ちょ、待って。やめてよ。あれは。怖すぎないっすか待って、時間。100秒、100秒。もう100秒ほどしかないよ。え、ドッスン怖すぎるんだけど、おー。いや、おーはいいんやけど、そうじゃなくて。そうじゃなくて。きえー。あ、あの間に上に行けばいいってことかな。そういうことじゃない?違う?絶対そうやって。おっと、上まで行きすぎた。しばらくしたらあれ復活しようかな。ちょっと待って。めっちゃ上まで行ってしまう。ああ!巻き上げないでー。あ、でも全部おらんくなった今がチャンスなんか。逆に。ほらほらほら、全部潰してもらえばよかった。なるほど、そういうことか。やったー!ちょっと、はい、吹き上げて。いや、吹き上げてって。はぁ、あ。通ってないし。やったー!絶対ゴールできんと思った。時間が少なすぎて。イェイ。ふぅ。これで?あれやない、西館できたやない、2階。どうよ、どうよ。はい、西館2階完成ー。おー、いいね。みんな喜びよる。これでやっと半分。完成しました。あ、西館2階できました。今回はちょっと苦労したかな。でも難なく乗り越えました。苦労したのは私だ。新しく作れるものが増えましたよ。扉やろ?あ、作れる。西館の、じゃ、ドア、ドア作っとこう。あれ?じゃあ、本当に作っちゃいまーす。はい。オッケー、それじゃあ工事スタート!3段階。西館のドアの工事始まりました。じゃあ、どんどんお願い叶えて工事を進めましょう。あ、新しいお願いも OK 来たね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、難しいところが多いね。あと時間が短かったり。頑張ろう。